パンアメリカン航空301便地上衝突事故は、1986年11月6日にアメリカ合衆国のタンパ国際空港で発生した航空事故である。離陸のため誘導路を走行していたパンアメリカン航空301便に着陸してきた個人所有のパイパー PA-23 から150が衝突し、PA-23 のパイロットが死亡した。 事故機のボーイング727から235は1968年に製造され、同年3月20日に初飛行を行っていた。301便のコックピットには、機長、服装縦士、航空機関士が乗務しており、3人とも有効な飛行資格を保有していた。事故機のパイパー PA-23 から150は1956年11月16日に、 製造された。直近の検査は1986年5月19日に行われており、この時点での総飛行時間は4248時間だった。PA-23 を操縦していたのは、イースタン航空の機長である56歳の男性だった。機長は自宅からタンパ国際空港への通勤に PA-23 を使用していた。事故当日、 機長は8時5分発の EA164 便に乗務するため7時20分までに空港にチェックインする必要があった。総飛行時間は約2万時間でタンパ国際空港へは過去12ヶ月で33回の着陸経験があった。EA164 便は代わりの機長の到着後およそ1時間半遅れて離陸した。事故前日の21時頃、 PA-23 のパイロットは翌日のタンパ国際空港の天候をフライトサービスステーションに電話して聞いた。この時にパイロットが得た情報では指定は 4.8km 程度と予報されていたが予報は夜半に2度修正され4時20分の最新の予報では指定は 200m となっていた。しかし PA-23 のパイロットは出発前に 新しい予報を聞いていなかった。事故当日の6時12分、PA-23 は、パインシャドーズ飛行場を離陸し、タンパ国際空港へ向かった。6時40分、管制官は侵入許可を与えた。6時47分、PA-23 は、侵入復興を行い、パイロットは管制官に、もう一度試したいと告げた。この時点で、 指定は1000フィートまで低下していた。6時58分、PA-23 は2度目の侵入を開始した。7時1分、パンアメリカン航空301便は滑走路35リットルへ向けてタキシングを開始した。301便が誘導路 W-2 を走行中、霧の中から PA-23 が真正面に現れた。 301便の機長はブレーキをかけるとともに機体を右に向け衝突を回避しようとした。PA-23 は301便の左前方部に衝突し、機体の下を通り抜けて炎上した。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。最終報告書では、事故原因として PA-23 のパイロットが地上を目し、 できない状態で着陸を強行した結果、誤って誘導路に着陸し、301便と衝突したと推定された。PA-23 のパイロット、すなわちイースタン航空の機長は1981年に乗務に遅刻し、その便を遅延させたことがあった。その時、再発防止のための是正処置を取るようにと勧告されていた。 再度遅刻すると懲罰を受けてしまう期間は3年で、事故時には期間を過ぎていたが、このことを機長は知らなかった。そのため、機長は遅刻を絶対にできないと思い込んでおり、これが着陸を強行させた心理的要因と推定された。また、事故当時に301便のパイロットは着陸灯を点灯させていなかった。着陸灯を点灯させないことは規則違反で測ったが、 PA-23 が衝突を回避するのに役立った可能性が指摘された。空港当局は301便の機長が一連の回避操作を行ったため、大惨事が避けられた可能性があると述べた。301便の副操縦士は衝突の直前、PA-23 が機種を上げ、わずかに左に傾いていたため、回避操作を行っていた可能性があると話した。 管制官とパイロットの会話を聞いていた空港職員はパイロットが大変だと叫んでいたと証言した。また管制官が PA-23 の着陸を認めていなかったとも証言した。これに対して FAA のスポークスマンは着陸の許可は与えられていたと否定した。ありがとうございます。